席で私が聞こえた言葉は、あの人に近寄ってはダメよと幼が連れた親子、あの日帰宅する私の記憶はなく、気がつけば溢れる涙と私はあの人たちを許してあげたい。君は私は未だにも伝えよう、ヘルプマークの意味を、人の優しさをみんなで伝えて、理解する心は誰かのためになる、悲しみの涙を嬉し涙に伝える、喜びが涙に変わっていく、大切な意味分かり合う、ヘルプマあ、あれ